にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まずね、この今僕がいる場所なんですけど、会社のね、近くの、ここはね、富士山と新幹線が同時に撮れる場所っていうことで、結構ね、検索すると出てくるかなっていう、そんな場所でして、今日もね、何名かの方が、三脚でね、構えて、シャッターチャンスを狙ってるんですけど、今日ね、富士山がね、隠れてしまって、多分ね、これかな、富士山のね、頭がほんのちょっとだけ見えてるっていう状態で、自分もね、また今度しっかりね、富士山が見えるときに同じ場所でね、撮影しようかななんて思ってるんですが、会社のね、昼休み使って今日はね、動画を撮っております。それで今日ね、何話そうかななんて思ったんですが、自分はね、以前の職場っていうのはね、よくね、話してたんですけど、頼まれ事が多くて、自分がね、頼まれる側、笑顔でね、いたりとか、こう上機嫌でいると頼まれ事が多くなるってことで、本当にね、頼まれ事が多くなってきて、自分のね、仕事もういっぱいいっぱいになってきたっていう、そんな時にね、転勤っていうことになりまして、今の職場に来て2日間だけね、まだ勤めてるんですけど、今度のね、職場っていうのはね、逆にね、自分がこう頼むことっていうことがね、すごく多くなりまして、まだね、そんなにね、2日間だけですんで、頼むことっていうのはまだね、そんなにないんですけど、これからね、もっとね、頼まなきゃいけないことっていうのはね、たくさん出てくると思うんですが、そのね、頼むときっていうのをね、頼みやすくする、そんなね、環境を作るためにはね、どうしたらいいのかななんて、自分でね、こうちょっと思ってたところ、たまたまね、なんかやっぱそういう風に思うと引き寄せるのか、そのね、動画が出てきまして、おすすめに、それをね、ちょっと話そうかななんて思います。本当にね、タイミングが良くて引き寄せるななんて自分ではね、思ってたんですけど、そのね、人にね、頼むときっていう、どうすればいいかっていうことなんですが、ちょっとね、ある大学、ハーバード大学って言ってたかな、そこのね、実験の話をしてたんですが、あるね、2つのグループに分けまして、それで実験を行ったんですが、雨の降る日にね、傘をさして一人でね、いる方に、あるグループは行って、すいません、携帯電話を貸してもらえますかってね、直接、ストレートにね、言ったグループと、もう一つのグループは、雨の中申し訳ございませんが、携帯電話を貸してもらえますかって言ってね、なんかね、こう携帯電話をね、知らない人に、見ず知らずの人にね、貸してなんていきなり言われると、貸すのかどうかっていう、そんなね、実験で、一つ目のグループ、いきなりね、携帯電話貸してもらえますかって、どうしても電話かけないといけないのでっていうことをね、伝えたグループっていうのはね、携帯電話を貸してくれた人がそれでもね、 9% いたそうです。 9%。 そしてもう一つのグループ、そのね、携帯電話貸してくださいっていう前に一言ね、雨の中申し訳ございませんがって、そのね、一言をつけただけで、なんとね、47% もね、携帯電話を貸してくれたっていうことで、5倍の差が出てくる、そのね、一言添えが5倍の差が出てくるっていうことで、何かね、頼むときっていうのは、直接じゃなくて、何かね、一言こう言うことによって、その人のね、人柄とか、信頼とかね、一瞬でね、こうできるじゃないかななんて、そんなね、ことをね、思いました。5倍っていうのは本当にね、すごいななんて思ったんですけど、なのでね、自分のね、仕事に置き換えても、自分はね、ドライバーさんたちに何かお願いするっていうことがね、多くなるんで、ドライバーさんたちね、すごくね、多分忙しいと思うんですよね。配達をね、やる前にこう準備してる時とかね、そんな時にね、自分もね、この2日間ちょっとね、声をね、かけづらいっていうのがあったんですけど、何かね、頼むときに、こうお願いするときにね、これ頼むよみたいな、そんな風にね、やると思うんですけど、忙しいとこね、ごめんね、なんとかせ、いつもありがとうとか、なんかね、一言ね、つけてからお願いする。
するっていうと、まあ、向こうの、あの頼まれた側もね、まあ、心よくかどうかわからないんですけど、あの引き受けてもらいやすくなるっていうね、そんな話でした。ただね、このね、まあ、実験のね、ハーバード大学の実験では、まあ、見ず知らずの人に突然なんですけど、まあ、これからね、まあ、毎日でもないですけど、まあね、出勤の時とか、まあ、その相手も、ね、出勤で顔を合わせていくうちに、普段のね、やっぱコミュニケーション、挨拶したりとか、そういったね、ことで、まあ、感謝をね、いつもするとかね、そういったことをしていれば、そのね、前にこう一言ね添えるっていうことでね、本当にね大きなね、効果が、ね、出るんじゃないかななんて、それでもねやっぱりね普段の信頼関係、そういったのがねすごくね重要になってくるのかななんて、そんなことも思いました。なのでね、何かね自分もね頼まれ事も多分増えるとは思うんですけど、頼み事もね多分多くなるので、これからねちょっとね自分コミュニケーションがね苦手で、そういったね人にね何か頼むっていうのを本当にね申し訳ないなっていう気持ちになってしまって、なかなか頼みづらいっていうのがねあったんですけど、まあそれをね自分でやることって、現場でねお客様のところに行ってもらうのはやっぱね最先端の、ドライバー、そのドライバーにね何かね頼むっていうことが本当に多くなると思うんで、しっかりねコミュニケーション信頼関係を築いて、普段のね挨拶とかそういったのもぶきらぼうじゃなくて笑顔でね目見ておはようございますとかね、いってらっしゃいとかね、そんなことをね言えば信頼関係って出てくるんじゃないかななんて、そんな風に思いました。なので、そのハーバード大学の実験一言添えするだけで5倍もね、そんな風に見ず知らずの人にね携帯電話を貸してくれるようになるっていう、そんな実験結果を見てね本当にね驚いたっていうのがね、正直な感想なんですけど、それもね信頼関係かななんて、そんな風にね思います。今ちょうどね新幹線が通ってるんですけど、これね富士山と新幹線と同時にね撮れる本当にねいい場所なんで、今度ねまた富士山がしっかり見える日に動画撮りたいななんて思っております。話ちょっと脱線してしまったんですけど、はい、なのでね自分もこれからねすごくね頼まれ事じゃなくて頼み事がね多くなると思うんで、ちょっとねしっかり信頼関係を築いて頼みやすい環境っていうのはね自らねやっぱ作っていかないといけないななんて、そんな風に思いました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。